愛知学院大学の薬学部の松浦と申します。現在の医療は高度化複雑化してきており、一人の医療者では対応できないような状況になってきております。こういう状況に対応するために医療現場ではチーム医療が行われています。チーム医療ではいろんな職種の医療従事者が集まって、患者さんに最善の医療を安全に提供できるように努めています。そこで愛知学院大学では総合大学であるという特色を生かして、さまざまな職種に進む学生さんたちと一緒にディスカッションやプレゼンテーションを通じて演習を行っております。今日こういう機会を設けてもらって、薬剤師さんや技工士さんの仕事の内容とか何を学んでるかとかが分からなかったんですけど、それぞれ共通する部分があったり知らなかったことも学ぶことができたので、すごいいい機会だなと思って、どの職種にしろ患者さんを思う気持ちは変わらなかったので、そこがすごいいいなと思いました。衛生士は技工士さんと薬剤師さんの間に立てるような役割だと今日の講義で感じたので、橋渡しの存在になられるようにこれからも勉強を頑張っていきたいと思いました。僕は2週間前まで病院実習に通わせていただいたんですけど、その際に泌尿器科とか消化器内科などいろいろなその病院の診療科を回らせていただいて、その病気ごとに使う薬をいろいろ学ばせていただいたのですが、病院には口腔外科とか口腔内科がなかったので、今回のこういった機会を通して歯の治療のことを学べたことは自分にとってとてもいい経験になりました。ありがとうございました。今回多職種の方と話し合いを2時間ほどさせてもらって、技工士だけだとなかなかわからないこととかもたくさんあったんですけど、薬剤師の方と衛生士の方と話し合って、よりたくさんの知識を得られたと思うので、これから技工士として患者さんに制作する装置とかに生かしていけたらいいなと思いました。この連携授業では患者さんの状況や生活習慣の情報をもとに各職種の視点でディスカッションを行っています。授業目標として多職種にわからないことを質問できる、多職種に専門情報をわかりやすく説明できる、患者さんの状態に合わせた治療方針の立案ができる、患者さんの生活背景からケアにおける目標を多職種間で議論できるを目標に掲げており、全ては患者さんの QOL の維持向上や患者さんの思いを尊重した医療の実現のために行っております。愛知学院大学。